信濃川を背に、こんにちは、長谷川珠子です。福島県の会津若松市出身で、あの鶴ヶ城の城下町で育ちました。この4月から入社2年目に突入しました。皆様どうぞよろしくお願いします。とろんとろんです。おーすごい、うわもっちり、柔らかい、うわーありがとうございます。出ました、へぎそばですね。これはあります、一度だけなんですが。おお、美しい緑ですね。いただきます。うん、おいしい。本当にツルツルで喉越しがすっきりしてます。だからですね、あの食べた後に香りがふわっと鼻から抜けたのは、こう生だからふのりの香りがしっかりと感じられました。そばで薬味って何ですか？ネギとわさびじゃないんですか？からし？え？正解ですか？合うんですか？なんかわさびっていうとこうピリッっていう辛さですけど、からしはツーン、逆だ。はい、トマト水まんじゅう。講師、ちょっといただきます。おーすごい、うわもっちり溢れ出てきますね、このトマトの果汁のようなものが。あ、あんこだ、あんこ出てきた。おいしい、トマト甘いです。酸味よりも甘みの強いトマトとこの甘さ控えめのあんこ、すっごくよく合います。ちょっとこれ考えた人天才じゃないですか。周りの部分がプルンプルンで、中のあんこはしっとりとしてるんですけど、いい具合にマリアージュしてます。これ妙高のトマトってことですよね。このスイーツにすることでトマトのいいところ、甘みとかうまみとかそういうところがとっても出てます。ルレクチェは食べたことありますか？ルレクチェはありません。ルレクチェジェリーいただきます。本物のルレクチェがいます、嬉しい。いただきます。ん、うん、柔らかい、そしてルレクチェの味が濃厚で美味しいです。中に入っているルレクチェもすっごく大きいですね。ほらだってこんなに大きい、重い。なんかこんな
贅沢にゼリーの中に入れちゃっていいのっていうぐらい大きくて食べ応えあります。この果肉感がたまらないです。美味しい。香りがこう芳醇で口当たりもとっても滑らかなのでお上品な味わいですね。貴婦人です。これは嬉しい。毎朝食べたい。朝食べたら頑張ってニュース読めますもん。噛まないで読めると思う。ルレクチェのジュース。おお、佐渡でもルレクチェを作ってるんですね。見るからに濃厚で、ちょっといただきます。トロントロンです。果肉もたっぷりで、もう思わず噛んじゃうぐらいに果肉感があります。本当ルレクチェをそのまま飲んでるみたいな感じです。美味しいです。トロトロになるってことは相当なレクチェを使ってますよね。もう高級だ。1年のうちにちょっとしか取れないレクチェですけど、1年中楽しめちゃう。水筒に入れたら1日中飲めちゃう。ジュレみたいな感じでヨーグルトの上とかに乗せたりとかしても美味しいと思います。パンにディップして食べても美味しいと思いますし、私だったら飲むヨーグルトに混ぜたりとかしちゃいます。多分絶対美味しいです。県外の人にもやっぱ飲んでほしいですね。 YouTube は多分新潟県以外の人も見てると思うんで、ぜひ声を大にして言いたい。やっぱり佐渡のルレクチェ飲んでみてください。美味しかったです。なんかやっぱ新潟って本当に食の宝庫なんですね。いや本当に今日どれも美味しかったんですけど、これをお取り寄せでお家で楽しめるっていうのは本当にいいですよね。もちろん県外の人もお取り寄せして新潟の恵みをお家で楽しめることができますし、プレゼントとかにもいいですよね。ご褒美とかで自分で頼むのもありかもしれないですね。From the moment that we met, you were